はい、どうも、皆さん、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、モッツィと申します。よろしくお願いします。さあ、全部使って、ガチエリア、A プラス99目指して、また頑張っていきたいと思います。さあ、今回使う武器は、ジェットスイーパー。射程が長い、ただ攻撃力が低い、しかも、連射速度が全くない。果たして、まあ、スプラッシュシールドとね、トルネードが、かなり、今の、こう、選ばれてるステージの中では向いてるとは思うので、ちょっと使ってみたいなと。ただデュアルスイーパーがのレベルだったから、ちょっとジェットスイーパーでどこまで立ち回れるのかっていうとこですよね。まあ、とにかく敵とのこう距離を保ちつつどうするかですよね。エイム力がやっぱ結構だから大事になってくる武器なんじゃないかなっていうのはちょっと個人的には思っているところでございますが、まあ意外と A プラ隊たまにいるけどね。たまにジェットスイーパーはいるけど、まあでもスイーパー系自体がそんなにいないかなっていうところでしょうか。まあやっていきましょう。まああまり塗りにも優れていないので、まあぜひともキルをいっぱい取れたらいい。いやー、そんなこと言ってたら早速一人いた。で、向こうもデュアルがいた。結構珍しい部屋なんじゃね？ここ。さあ、ドゥ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 ですね。相変わらずね。相変わらずのドゥ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 。まあまあまあ、あんまり割れないですからね。散乱しないんで。はい。散乱しないんで、まあそういう意味で。なんかどうしよう。ちょっと待って。ちょっと取られすぎでしょ。ちょっと取られすぎでしょ。思いのほか取られすぎもあろうかな。ちょ、マジマジマジ。マジ。攻め込まれすぎじゃありません。 大丈夫？ 大丈夫か、これ。 大丈夫かな。この距離だったら飛んだ方が早い。まあ、ここで、ね、スプラシールド&環境保全オフィスさんとかやってくのか。いいのかな？思う。ああ、それ抜けるんだ。へえ。初耳ですわ。さすがシールド全く使ってこなかったぜ。そうだね。したら、あの辺の上にいるやつは、多分俺の仕事だな。届くもん、全然届くもんね。全然届くし、この辺でさ、環境保全物産やってくる？なんか、これ届く？あ、さすがに届かない。さすがに無理。さすがに無理で、じゃあこっちは適当に塗りつつ、塗りに関してはちょっとやっぱ塗り性能弱いですね。塗り性能。うまいなー。いや、 確かにね。確かに。言われてみればそう。多分、今のは多分みんな低いよね。あってなるよね。誰しも彼氏もみんなあってなる。いやっと、ちょっと、火力低い。意外と火力低いんだね、ジェットスイーパーって。思いのほかでした。なんかもうちょっと火力あるもんだと思った。この辺に投げてくる。意味あんのか。これね、無理性能が低いとね。ボムラじゃない、ボムラじゃない。はい。ボムラじゃないんで、ボムラじゃないんで、時間稼ぎだな。あー、トルネができたよ。やっとトルネができたよ。はい、ここ打って。で、適当に潰しつつ、こっちだろうな。こっちを取っておいてカウントを進める。オッケー。よし。で、再び、この辺に投げてくる。やべえ、あそこの金網に当たった。 で、食らったね。ここは、あれ？あ、そんな、届かないんだね。意外と、いるの分かってるよ。いや、いるの分かってっから、分かってっから、みんな、銃撃ちながら来たらそりゃ勝てっから。もう一人、いない。大丈夫。どこにいる？なんか、変なとこから、なんか変なとこから来てますよ。これ、あ、勝った勝った。よし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 よ
なんかあれかな、壁越しに打ってきてた感じですかね。植木のところのちょっと下のところとかは。よーし、まずは先手必勝。意外とでも火力低かったね。なんか連射力、なんかね、ない、ある割に、ある割じゃない、ない割に、なんか火力もな、まあ、射程だろうな。射程が売りな武器でしょう。いいんじゃないでしょうか。さあ、ちょっと、再び、まあ、ジェットスイーパーで A+99 は俺いけないからってちょっと思ってるんですよね。個人的にね。ジェットスイーパーはね、ジェットスイーパーもあって、カスタムもあって、デュアルもあって、デュアルカスタムもあって、もう一個なんだっけ？ちょっと同系統系で、あれだ、L3 もあるからね。結構
構、スイーパー系は慣れとかないと、全部切り使ってプラ99維持するのはちょっときついな。さあ、ガロンガロン、ローラー。これは構成さすがに勝ててるくない？ちょっとガロン系の人たちがしっかりローラーの立ち回りができれば、まあ、これはかなり変わってたりとか勝ててる気はしますよ。みんな裏から行くのか。みんな裏から行くのか。いやー、火力ねー。 いや、ダイナも来てたの分かってたけど、左側に一人いたんで、ローラーが。なんで、今のは、俺はあえて、そのまま乗りに行った。いいと思う。味方との信頼関係ね。いやーん、先手カウント久々に取られたわー。で、そこに、あれがいるんだよね。あれがいるんだよね。いやー、どこ、ちょっと、わかんない。いやー、デュッパーがそこにいるから、デュッパーのー、いやー、これ辛い、これ辛い、ちょっと待って、辛い。足場塗ることの大切さですね。もう足場を塗ることがどれだけ大切かっていうのがね、多分ね、皆さん今まで感じていただけたんじゃないでしょうか。本当に大事だからね。で、ダイナモさんが、そこにいるのね。マジか。うわぁ、きつい。ここ。いやぁ、回り込めなかったか。まあ、いいでしょうね。どうしようかな。ダイナモがそこに座ってるんで、まあ、ダイナモをちょっととりあえず倒さないことにはっていうのは一個あるんでしょうけど、それ以上に、やばいなぁ。どうしようかな。そこのダイナモ辛いんだよな。あのさ、ダイナモとデュアル、ジェットスイーパーってダイナモの方が射程長い？やば。何もできないんだ。意外と長距離武器ってさ、どうにかなるかなって気はしてたんですけど。マジ。完全に無効サイトペースなんですよ。しかも、群れないから道が作れないのがきつい、とにかく。とにかくさ、じゃあ、シールドが、いやー、きつい、これ。きっつ。打開策がマジで見えない、これ。どうしよう。じゃあ、足元濡れないのがほんとつらい。僕の立ち回り的に足元濡れないのマジでつらい。よし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 。オッケー、ナイスナイスナイス。で、あそこの、塗るしかないね。塗り始めたら、ここ、取れたら早い。で、絶対こっちから来る。読めてる。意外とそして、こいつ止めとけば、多少どうにかなる。濡れてない？濡れてないか、濡れてないか。濡れてるか、オッケー。よし、からの一回こっち引いて。いや、危ねえ、よく倒した。ナイス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 。だんだん分かってきた。だんだん分かってきた。よしよしよし。一回引いて、こっちの、両方のあれを受けたまわっております、私。で、トルネがタイミングによってどのタイミング打つかなんで、け、あの、あれだから、そこの、そう、マジだ、ほら、一瞬で変わっただろ。ダイナモ止めた瞬間にあれでしょ？ほら、完全にこっちペースになったじゃないですか。絶対そうだと思った。あ、死んだ、誰か。あ、死んだ、誰か。え？右側に関して、右側に関してはさ、トルネで殺したの分かるんだけど、あ、左側のダイナモあれなんで死んだんですか？あ、やばい、来た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 、ちょっとほら来た、左側来た、ダイナモ来たぞ、ダイナモ来たぞ。ちょ、待って、お前ら左側ダイナモが来た。ちょ、俺、ダイナモ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 対策ダイナモ対策ダイナモ対策、お、抜けらんない。あ、来てない来てない。そっちどうなんだろうな。ジェスイート、ジェッパーとね、ジェットスイーパーのやつ、ちなみに。マシンで捉えられましたね。そう、ジェットスイーパーとガロンだったら多分ガロンの方が無理性能が高いと思うんで、ちょっとそこですね。はい。よしよしよし。いいな。あ、やっぱこれ大事。この辺こうしっかり塗っといて、塗っといて、ここシールド作って、確かにな、シールド作られちゃうとなんか、あれですよね。どんなに行きたくてもいけないですもんね、実際。ね。そしたらこれで保全しとけ。
来るかなーってちょっとは思ってたけど、ちょっと思ってたけどですよね。さあでもまあまあまあ、ここはここのロスタイムはね、言うほどそんなに、にゃー、ダイナもそこまで出てる、そんなに来るしかないですからね。ちょっとそこだけカウント減らさないことだけ本当意識して、裏回るわ、大丈夫、ここは裏回れる時間ある、時間全然あるから、しっかり相手の本カウントを減らさない方向で見てやらか。いやー、ちょっと待ってくれ、これはまさかまさかまさか、やべえ、あーやべえ、完全にやられてる、ダイナモに、あーダイナモゲーです、タイヤに裏ダイナモ、なんで届かないの、マジ、裏一人いるよね、裏一人いるよね、うっそー、うわー、もう完全にダイナモの一人舞台じゃないですかこのゲーム、マジで。ほんとダイナモ強いな。こんだけやって、もうダイナモゲーだもんな。なんも言えないね。俺も死にすぎだな。なんも言えないわ。よく中盤止めたと思ったけどな。そっか。いやー、強いわ。ほんとに。あともう一個分かったのが、ジェッターでダイナモに対して何もできないっていうのがきつい。もうちょっと射程があるか、もうちょっと火力があるかしてくれないと、多分ダイナモとジェッパーの距離、射程一緒でしょ多分。なったらそりゃダイナモ勝つわな。いやー、俺ちょっとジェッパーに過信しすぎてた。俺もうちょっとできる子だと思ってた。ダイナ、ローラー、対ローラーは。ちょっとやばいな。ましてや僕のエイム力が、ないのが余計露呈したね。そう、超悔しい。ちょ、待って、まあまあまあ、本編こっちだから。こっちのためにね、そう、このモールがあったんで、ジェッパーでやってたんですけど、実は。いやー、行くぜ。もう、男に二言は許されねえ。こっから二連勝。そうだよ、だってさ、言うてスペシャルトルネードですからね。はい、左から来てますよ、と。あ、落ちてきた。よし、行こう。あ、はい、インフがない。はい。で、そこに一個潜んでるけど大丈夫ですね。で、この辺で、こう作っておいて、で、来るでしょ？来ない？あ、来ないっすね。あ、来ないっすか。へぇ、そうっすか。じゃあ、いいっすね。多分ね、真ん中ら辺でこう、うろちょろやってるのが一番。違うよね。絶対、シールドだよね。絶対その曲がり角のところにシールドですよ。いやー、スプラシールド恐るべし。てか、トルネードも今すごい失っちゃったのが結構辛い。全然濡れねえ。ちょっと待って。意外と濡れねえ、これ。とりあえず、一発撃っとく。で、多分、真ん中に、あれ、ありか。ここら辺に。あんじゃない？あんまりなんかさ、これ、こうやって、環境保全おじさんが来たらいいんじゃないですか。後ろから、いや、そこ、ちょっときついわ。後ろ来てる。はい。はい。まあ、困ったらそれ使ってくれや、みたいな。あ、倒した。オッケーね。倒した。ナイス。倒せてないんじゃないの？倒せてないんじゃないの？大丈夫なの？一個引こうか。一個引いて、上がってくるの待って、上がってこない。ワンテンポ。そっか、そこはそうだよな。今のもシールド置いときゃいいんだよな。シールドはほんと下手ね。ほんとにスプラシールド、このシールドのさ、武器使ってこなかったのがよくわかるよね。ほんと、これだけ僕全然使ってこなかったっす、今まで。置いとく。はい。あー、なんか変なの来てるね。なってますけど、まあカウント進んでるんで、おー、うまい。はい。まあ、別にここで、マークしてる分には、時間勝手に相手が使ってくれるんで、ありがたいですけど。いるなぁ。いるね。これきついな。相手もでもきついだろうな、ここな。カウント進んでるのに、ここで二人、止められちゃってるわけですからね。やばい。ごめんなさい。ごめんチャイニーズ。ひぃー！ここの端から、ここの隙間から、あ、ちょっとそっちから来た。でも勝ちましたー
感じました。二人かな？ローラーともう一人いるのは確認できたけど、まあ、二人から三人止めてましたからね。シールド強いね。いや、強いわ。俺みたいなクソ使い方下手な人間でもあそこ置いときゃいいってのが分かればね。それで勝てる。強い。素晴らしかった。いいわ、いいんじゃないですか。よしよしよし。あと一戦。ちょっとあと一戦で70ぐらいまで乗っけたいところではありますけども、このね、モールが出てるうちに、ジェットスイーパーを。ねえ、みんな略、どうやって略してます？ジェットスイーパー。ジェッパー？ジェスイ。ジェッカス。カスタムの方はジェッカスですよね。ジェッカス。マッスルペイン、かっこいい。よし。あ、全員 A プラスか。一人だけ A だったかもしれない。さあ、ラスト一戦。ちょっと気合い入れて。集中。さあ、お、スクイックリンだと。これはきついんじゃないですか。これきついんじゃないですか。武器の相性だいぶ辛いですよ、これ。武器的には、メイン武器的にはだいぶ負けてますからね。何よりここリッター 3K 使ったら本当勝てますからね。さあ、真ん中で相手は、いやー、いるよな。いるよな。そりゃいるよな。そりゃいるよな。そうだよね。どこに、シールドの使い方もうちょっと学びたいな。でもあそこで、シールド置いとけば、まあまあ、入られることはないだろうから、まだいるね、リッター 3K ね。リッター 3K いるんで、ここにこう置いといて、で、塗るか。届く、インクがない。インクがないよ。で、やばい、インクがない。インクマネージメント、ヘタオマ。インクマネージメント、ヘタオマ。よし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 。で、ここに隠れとけばいいんじゃね？こっちさ、来られないようにさ、気をつけとけば。まあね、なんか来たね。なんか来たね。なんか来ましたね。いるか、いるか。いない、いない、いない、いない。これはいない。多分いない。多分いないです。いないですね。下からでしょ。下から来てるから別にいないと思う。いないとどう。さあ、ちょっととりあえず相手の、自陣の方を埋めつつ、あ、結構いい攻め方してますよ。さあ、トルネが来たんで、ここに合わせてトルネを打つ。で、カウンター進ませませんよと。で、左側も見つつ来てる。さあ、19対100で止まった。さあ、自陣は全員死んだから、おそらく相手の方にカウントが進む。さあ、面白い勝負になってきましたよ。こう、一方的な試合じゃなくなってきたよねー。よし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 。一個引いて。やばいやばいやばい。やばい。見えてる見えてる見えてる見られてる見られてる見られてる。見られてる。あ、向こうにチャージャーもいる、そして。やばいよ。これやばいんじゃないですか。やばい、やばい、ヤバタン、ヤバタソ、ヤバタソ、ギザヤバタソ、ギザヤバタソ、ギザヤバタソ。よしよしよし。よし、ここ取ればもう、ジェッパーの威力は発揮されますわな。もう、はい。へい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 
トルネをしっかり打っていく。で、どんな感じ今。疲れた。死んだ、誰か。なんか死んだ。ジェッパジェッパ。よしよしよし。そろそろでしょ。そろそろでしょ。まだ来ない。はい、来てる。わかめちゃん。わかめちゃん、何それ。一撮り。よーし。カウント進んでるね。いいですね、いいですね。ナイス味方、ナイス味方。これはもう勝ったでしょ。はい、いけたな。よーし、オッケー。最後のあのシールドの位置何？草の上に乗ってませんでした、今。いや、すげえよくわかんないとこに乗っかってたんだけど。素晴らしい。いいね。いいですね。ここ、通行止めするの強いね、ジェッパーね。あんま右からこう、モール攻めることないんで、あんまりこういう使い方してるジェッパーに会ったことなかったんですけど。いやー、スクイックリンが強かったんやな。
いこなせる人は使いこなせるんだね。素晴らしかった。味方にもしっかり助けられてという感じでございました。よーし、よかったんじゃないですか。ジェットスイーパー、デュアルスイーパーに比べて若干進歩はしてたんじゃないかなという感じで、この辺で失礼いたします。また明日の20時にお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。